ああ。さて、やっていきましょうか。てか、ここあれだな。雲がいた場所だな。なんかこのオープニングでちょっとその場面が流れるんだね、これ。これあれだよね。これは、なんか一連のチャプターが流れてるね、これ。外に出たところ。ちゃんとこのストーリーに沿ってこう、なんか映像が流れるんですね。行きましょうか、じゃあ。ゼノブレイド。さて、今日もやってまいりましょう。どこからかな ?25 レベル。めっちゃ多分9時間半だぜ。本当に3時間1回撮りみたいな感じになってるね。でもね、第4パートだから3時間で。1時間ぐらいこう、カットしてるということですね。まあ多分最初ムービーなので見ていきましょうか。やはりお前だったか。え、知り合いなの？おお、じいさん。1年前の戦以来だな。へえ。まだくたばってなかった。オダマさん。1年前にいたんだ、あの。抜かしてろ。ダンバン、ディクソンって、もしかして1年前の防衛戦の時の英雄？そうだね。ダンパンが、モナドを使って、ディクソンさんもエンチャントを使って、ちゃんと多分戦ってたんだろうしね。さっきは助かりました、ダンバーさん。ダンバーさんかっけえな。いや、助けたのは俺たちじゃない。そうだな。そう、なんかでけえ鳥いたよね。でけえ鳥に言う。だからさ、思うのはなんか巨大な鳥は一体巨神側ってやられてばっかりだけどさ、テレシア絶対なんかその巨神を守護する霊獣、巨神の上層に生息する怪物さ、みたいな攻撃もできないことはないと思うよね。俺たちホームスの住む仮想に降りてきたことはただの一度もないはずなんだが、妙だよな。霊衆、そういう名前なのか、あれは。巨神を守護する霊衆。そうだから向こうに機械がいるようにさ、こっちにもさ、シルクライン、ガーディアンがいてもおかしくはないよね。やはりあの黒い顔つきを追うのか。そうだって昔、当然さ、現象、昔はさ、うん、渡り合ってたんだもんね、巨神と鬼神。なんで蹂躙されてんだろうね。一つ体験の渓谷の先にあるガラハド湖、奴らはそこに巨大な要塞を建造中だった。巨神界侵攻のための前線基地、もしその要塞が完成し稼働を始めていたとしたら。稼働してそうだね。事実コロニー6やコロニー9は奴らの襲撃を受けた。もう自分家が整ったから攻撃始めたんじゃない の、 戦場となったあそこか。なら話は早いぜ。その要塞とやらに乗り込んでもいるんじゃないの、次こそあの黒い顔つきを。まあ、あいつがいるからこそ行くのか。シュルク、その前に僕には行くべきところが。シュルクはちょっと行くべきところってお前ビジョン見てるからね。見たのか、またビジョン。戦う前にちょっと一発ちょっと覚醒させてから、ね、行かなきゃいけないわけよ、シュルクにとっては。なるほど、そいつは便利な力。お、すげえ、すぐ信じてくれた。何を見たんだ。ものすごく高い場所、巨大な塔の頂上みたいなところで戦っていたんです。まあでもさ、ディクソンさんは真横で見てるからね、モナドの力を。誰かの声が信じやすいのかもね。モナドの力が解放されて奴らの装甲もたやすく立てたんです、うん、今のモナドで奴らと戦っても勝ち目はない。頑張って点灯を入れて倒すべ。僕の見たビジョンが真実なら塔ねえ、それだけじゃなんともだな。他に何か場所の手がかりになるような。だからなんか上にいて降りてこないって言うんだからさ、上行けばいいんじゃない、とりあえず巨神の一本の角、頭だ。黒い顔つきと戦っている最中、巨神の頭が眼下に見えました。上だよね、とりあえずね。監獄塔。監獄塔、監獄塔。なんだ、俺も行ったことはないんだがな、巨神の頭頂部には巨大な黒い塔が立ってるって話を聞いたことが。へえ。なんでも古種族ハイエンターが建てたものらしいぜ。それがさっきの鳥さんなんじゃない。伝説じゃなかったんですか。まあそう思うのも無理はないわな。
巨神上層に住む古種族ハイエンカ。その上と下でさ、この巨神界には俺たちホムス以外にも姿形文化の異なるいくつかの種族が住んで、俺たちは結構わりかし胃の中の蛙なのかな。ハイエンとか俺も噂だけな。巨神のつま先から頭の上までいろんな人たちがいるってことなんだ。奴らの姿を見ればな、羽生えてみたい。会ったことがあるんですか。まあな、やっぱディクソンさんはすげえな。今日は東、明日は西、お前ら小族この未来を守るため日夜秘境を求め、異種族とも交流し、その文化文明を手に入れ、まあ、モナドを見つけたのも、力とする。まあ、モナドを見つけたのは多分シュルクの家族一行だと思うけど、孤独だね。何芝居、それを助けたのはディクソンさんだもんな。それ単にお前の道楽だろう。その利得も兼ねた。ひでえ言いようだな、ガンバン。で、本気なんだな、シュルク。頭までってでもめちゃくちゃ遠いんじゃない。はい、鬼神兵の目の届かぬ場所を探し、皆で隠れ住む道もあるぞ。ゾードと戦って、その凄さ。いや、見つかるよ。の執念みたいなものを感じた。言ってだって有限だもん。宇宙みたいなもんじゃないもん。巨神のつま先まで来られるよ、絶対あいつなら。ならば、俺も行こう。ダンバンさんも不安か。お、パーティー参加かな、もしかして。心強い限りです。いいね。だよね、ライン。あ、だいぶ体の調子も良くなったしな。てか、ダンバンさん、モナド。そこの主戦度が作ったこの剣。モナドエンチャントなしで普通に切れるんじゃない、鬼神。さっき切ってたし。鬼神兵の鬼戦を制することぐらいはできる。まあ、梅雨払いぐらいに思ってくれるとありがたい。これディクソンさんが作った名刀。村正みたいな感じ。よろしく頼むぜ。イクソンさん、本当すごいね。シュルクの師匠だもんね。誰が主戦度だよ。鬼神兵の装甲から削り出した特別性だぜ。あ、主戦度って金取ったのかよ。どれ。お、目的地が巨神の頭頂部ってなら、巨神守るため、守るための武器を思いっきり金取って渡してんじゃねえか。巨神の下層部だ。まずは上層部に入らないとな。その通り。で、俺たちホムスの足で行くには巨神の腰から上がるしかねえ。腰ですか。てかモナドがあった場所が角の場所なんじゃない。違うの。モナドはどこにあったんだろうね。ここ、つまり股間だ。だから股間にあったのかな、もしかしてモナド。そんなことはないな。輪廻の地、座行きましょうか。そう呼ばれてるところだ。ついてきな。どうなんだ、途中でなんかさ、その奴らの前線基地張られてたりとかしないのかな。行きましょうか。でこれさ、パーティーメンバーを変更できますっていうのはさ、ゲスト3人いるし。すげえ仲間増えたな。軍式超刀騎山。全然漢字が読めない。攻撃力めっちゃ高いな、うん、ホムスの総長棒。あ、どうなんだろうねこれ。まあ防御力って武装は結構いいね。25レベル俺たちのレベルに合わせてくれてんのかな。キャラ選択。あー、なるほど、切り替えれんのか。いやー、でもこの3人割と俺気に入って、ダンパンさんも入れたいけどな。どうしよう。うわー、どうしましょうかね。これダンパンさんも味方に。3人までか、パーティーって。なんか結構新しいね、その3人って。だいたい4人組だよね、 RPG って。3人か。主力と入れ替えるわけにはいかないしな。でもラインもちょっと相棒だし、カルナさんはちょっと欲しいし。行くか、この3人で。ちょっとダンパンさんは、まあ、ちょっとカルナさんが、でも回復役で絶対必要だしな。入れ替えるとしたらラインとかだよな、多分。これ、後ろ側なんもないの。後ろとか。これ、スタート地点から後ろに行ったらワンナップアイテムがある的なさ。ないか。すいません、じゃあ行きましょう。それでは、どこに進めばいいんだろう。とりあえず、まあ、ここ多分初マップだから、いろいろと探索していきましょうか。ダンパンさんも使いたいけどな。入れ替えるとしたらやっぱラインの位置だよな、ダンパンさん。ただラインほどの耐久あるわけじゃないかな。火力はあるけど。なんだこいつら。ハードフォックス。まあ、ちょっと喧嘩売らなくていいんじゃないかな。なんか前回さ、ちょっとレベル上げすぎたよね。あそこ。中央採掘場さ、えげつなく広かったじゃん。中央採掘場がえげつなく広かったからさ、ずっと俺あの鬼神をいっぱい倒して、まあ、カットしてたけどね、動画では。あ、なんか必要なのこれ。アンブリーゴータートル2個目。
町の復興って言ってるってことはどっかになんか行くってことなのかな。ホット町の復興をするっていうことは復興すべき町に行くってことだよね、これからね。ホット発射場、なんか絆トークできるような気がするんだけどな。どうよダンパン、あーダンパンと仲良くなんねえといけないのか。どうしよう多分ライン仲良さ上げるためにちょっとダンパンも使うか。じゃあ、うん、ライン行ったんじゃあちょっと降りるか、うん、多分ラインとはもうめっちゃ仲いいからおそらくね、おそらくちょっとラインはもうすでに仲がいいからさ、ちょっと好感度上げるためにじゃあダンパンさんと一緒に戦っていこうか。重要だよな。こっちは何なんだろう、さっきあの中央採掘場の入り口かな。こっちはなんか逆に来てるよね多分。まあ一応観測ということで、あコロニー6こっちか。叩くと支え、そりゃいけねえわ思いっきりだって乗っ取られてたんでしょ。あ鉱脈がある。そうこのエーテル交渉がさ、あれなんか戦っちゃった、ごめんなさい。はい、あれてか点灯入れれてるしやるな。オッケー、あとはそいつだけ。オッケー、ダンパンさん強えな。火力えげつない。ほい、気を抜かずに進みましょう。行きましょうか宝箱。多分これからダンパンさんのさ刀とかもさドロップするようになるんだろうね、おそらく。悪魔の触覚、こちら悪魔だったのか。エーテル取っていきましょうか。ほい、重要だからな、重要になるかもしれないからね、ちょっと分かんないけど。モルーレホックス21レベルだもんな、野生のポケモンたちが。野生のポケモンがさ21レベルだからさ、ちょっとなんかあんまり、てか多分こいつらさ分かんない、あのモンスターアイコン消してるから分かんないけど、多分あのあれだよね、レベル差があるから襲ってこない説も実際あるよね、もしかしたら。そう結構レベル上がっちゃったからね。てかこれ俺たちのレベルに合わせてダンパンさんも強くなってるとしたらさ、なんかあれだねわざわざ俺たちのレベ上げをさ、あいつらレベ上げしてるんだろうなっていうことを想像しながらちょっと訓練してくれたんだね個人的にいやーじゃあ俺も訓練しとくかっつって、ちょっと移動中になんか重めの木とか持って腕鍛えてみようかなみたいなさそんな感じだったのかもしれない、ダンパンさんも俺たちのレベルに合わせてくれてるんだろう。それとも参加25固定なのかもしれないけどね。行きましょうか。上腕二頭筋とかバキバキになってんじゃね、俺たちが鬼神倒してる間に余計なこと言うのやめよう雑談がねちょっとね、ちょっと死に滅裂すぎるわ。霧の街道が何か出てきそうだね、なんか出てきそうだよね。やったー、ケルシャシッチ。うわまたボスがいそうな。あーすげえ、でもなんかここの雰囲気なんかいいな、めっちゃ何とは例えづらいけどハリーポッターとかで出てきそうなちょっと例えづらいな例えづらいけどすごくいい。ここ何、ここ春光の地ザドール、春光であってんのかな、わかんない輪光かな。ザドール腰の位置まで来ましたね、股間から。股間ちょなんか股間って言われちゃうとちょっと気が小学生並みの感性しかないからさ、股間でめっちゃ反応するんだよ。行きましょうか。霧か、なんか霧が敵になるとやばそうだな。こんなところがあったなんて。包み込まれてやべえみたいな。シュルク、研究ばっかりしてねえで外に出ろ。リクソンさん頼りになるね。さあ、目指すはここの最深部だ。そこから巨神の上層部に上がる。うん、コロニー6で暮らしてた私たちでもなんか結構長い道のりになりそうだけどね。そうだな、巨神の上層に近くなればモンスターどもも活性化する。
この奥に行こうなんてのは証拠たくましいノポン族か、物好きな俺くらいのもんだ。ノポン族ってのあの丸っこいやつだな。連れて行こうってわけかお前は。仕方ねえだろう。じゃねえと。なんかやっぱ上に行けば行くほどこう都心から溢れ出る生命エネルギーがなんかどんなとこだろう、生物を活性化させるみたいな。そうそう、その息だぜ。やっぱ心臓とかに近くなるととんでもねえやつがいるのかもね。あ、脳みそとか。行きましょうか。なんかいるね、アシッドウーパー。ちょっと敵も倒したいとこだけどね。てか敵倒してさ、その仲良さ度も上げていきたいよね。まあいいか、ちょっとレベル足りなくなるまではやんなくてもいいかもしんない。なんかちょっとね、本当に長かった。すごい、全然伝わんない。カットばっかしてるから伝わ、まあ、カットしてしなきゃいいだけなんだけど、ちょっとついしちゃったんだけどさ。あ、スピード遅くね、ここ歩くの。そう、カットばっかしてたからすげえ伝わりづらいかもしんないけどね、本当に長かった。中央採掘所、マジで。中央採掘場がね、えげつないほど長くて、めっちゃレベル上がっちゃったっていうね。なんかもうエーテル交渉の前にさ、鬼神が張ってるのよみんな。で、そいつらをさ全部勝ってたらさ、フラミーか、まあいいんじゃない、倒さなくて。な、どんどん進んでいこうぜ。ちょ、なんか素材とか必要になりそうなんだよな、今後行くクエストとかで。それが敵が落とす素材まではさ、てか、なんかいね、上に。ちょっと待って、なんか目つけられたね。上から来てるな、もしかして。あれ、イベントだ。もう敵無視しちゃった、めっちゃ。ねえ、見て。あれ、ノポン族じゃない？あ、いる。あれ、ノポン商会の連中だな。こんな場所で何やってんだ？たくましいんじゃないの？何か事情があるんじゃないかしら。ねえ、行ってみない？うん、そうしよう。なんかすげえ特殊な防具とか売ってないかな。メガエーテルバングルみたいな。すげえ適当、すげえ適当なネーミングセンス。いるね。この沼ちょっと移動速度遅くなるのなんか怖いな。逃げれなくなりそう、すげえ危険な敵から。やばい、来たぞーみたいな。でけえなんか沼地の巨大ザメみたいなやつから。バイオハザード4みたいな。いた、どう、まだ元気してる？証拠の地、ザドールに来るわ。初めても？ここは年がら年中危機に覆われてるんだもん。それと夜に移動するのは避けた方がいいもん。夜は恐ろしい目に遭うからだもん。なんか夜になると活性化されるモンスターがいるんだな、多分。デトッククロッグに襲われてペロリと食べられ、まだ確かに食べられ、食べやすそうな見た目してるもんね。倒してきてほしいもん。お前、危険な夜ある、うろつくなって言ってそれを倒せって言うとは。まあ危険じゃなくするためだろうけど。はいはいはい。仲間がさらわれた。イグーナ、イグアナ、穏やかじゃないですね。価値はこの辺りの伝承に詳しい学者なんだもん。獣人たちは何か知りたがってたみたいだからすぐには食べられないと思うけど不安なんだもん。引き出すだけ引き出して卵焼きにするわけか。それは本当に危ないわね。で、行きましょうか。ゴドはよく知らないもん。重大な秘密、俺にも教えてくれよ。じゃあ、価値はルケーノと何、砦に連れてくれた、なんだそれ。まあちょっと見つけたら助けるよ。じゃあ、ジャンゴキャップ、できれば裏口の扉から行く。はい、鍵もなんか すげえ大変だな。お、いいね、どんどん仲良くなるぜ俺たち。まだ受けれるな、お前、うん、ザドールの証拠。昼間は全くわからないけど夜になったらわかる。 木々がほんわか光って綺麗。お前結構夜押すね。夜嫌だっていうところで。それはさておきみたいな。野営の準備をしていたら邪魔された。コピスクロード、はい。まあなんか討伐ね、ちょっとなんか倒せたら倒しとくわ。こういうゲーム、なんか売ってるかな。ちょっとなんか売りるアイテム、売れるは売っていいアイテムがねあるらしくて。ちょ、アドカスタムライフルとか絶対売るわけいかないでしょ。ジャンクバンカー、こういうなんかジャンクゲームをなんか売りたくないけどね。でもジャンクソード売っちまったんで、ディフェンスライフは取っとくよ俺は。スパーキングランサーとかも多分二度と使わねえだろこれ。ソニックランサー、タイルバンカー、シフトライフル、トライ、まあ売っていっか。ここら辺、ジャガーランサー、カームショット、クロムスナイプ、ステルスライフル、ジャガーランサー、カームショット、もうガドカスタムライフルがあるからさ、ライフルは全部売ってよくね。ウテナンパイクめっちゃあるし、はい、よいしょ。まあこんなもんかな。服とかもね、これレザーキャップとかも二度と使わないと思うから、
なんか使うか見た目欲しくて。レグナスギアって強いんじゃなかったっけ。キャラバンギア売っていいよ。キャラバンギア売ってめっちゃある。どうするかな。ここら辺とかも全然売ってない。コロニートップス、コロニー系もちょっと取っとくか。ミドルアーマー、バトルアーマー、スイマーオイルちょっとなんか珍しそうから取っとく。バトル、まあ、ここ多分早送りもしかカットしてるだろうな。ちょこの U は一応取っとくか。もしかしたら使えるかもしれないから、うん、はい。クォークアーマー、このエンブレスプレート誰もザドールにこもる名工が制作した。だからノペン族とかが着るのかな、わかんない。グラントアーマー、これちょっとなんか装備できそうだね。いいや、はい。腕もめっちゃあるな、これ。でもカットだな、これは。さすがに。ライトグローブ、ハンターガード、クォークガード、ラウンドグローブ、ハンターガード、ハンター、占い。はい。レガードガード、アイアンガード、ガーディスアーム取っとく。エンブレス、アイアンガードなんか使えんのかな、これ。ガーディスアーム。あれ、ラインが装備できんの、ガーディスアームって。なんかあんのかな、これ。アイアンガード、まあ、ちょっと取っとくか、ここら辺。はい。クロニーボット、ミドルレギンス。バトルレギンス、スイマパンツ取っとく。バトルレギンス取っとく。 U は取っとく。まあこんなもんでいいかな。グラントレギンスめっちゃあるけど、まあ、売っとくか。売っちまってもいいで、うん。ミドルブーツ、キャラバンブーツ、レグナスブーツ、ソイルブーツ、これ取っとくか。一応なんかよくわかんないけど、ハンターブーツ、うん、アイアンブーツ、アイアンブーツ取っといた方がいいかな。ちょ、めっちゃあるけど、これどうなんだろうね。どこで何を使うかわかんないからさ。なんかこれ多分ビックリマークがついてるのはクエストで使うんだよって感じだけど、でも多分でもクエストがなくなってる可能性があるんだよね、すでに。ここら辺とか、まあページ数的に問題なさそうだからいいか。ジム、ジム欲しいね。大きな、これ結晶は多分いずれ使うはずなんだよね。コレクション、コレクション、どうなんだろうね、ここら辺とか。まあいいや、だいたいいい感じになったでしょ。で、なんか装備整える必要ってあるのかな、これ。ステルスライフル、バトルアンカー、あ、強っ強えな。買っとくか。鋼鉄の剣、鋼鉄の刀、クリティカル率7%。 え、どうなのこれ。え、これさ、でもなんか買いたくないな、さすがに。どうなんだろうね、このでもうディクソンさん作ってくれたやついきなり捨てるってちょっとまずいよねちょ、それディクソンさん的に多分まずいから、バトルバンカー1個買っといて。あ、すげえ、なんか売ってる。これ2つ買うか、うん、金足りねえなこれ。幼児のヘッドギア、 U アイテム売ってるって、なんかなかなか。これ1個買う。ハードレザートップス、アクアトップス、アクアトップスの方が強えな。ハードレザートップス買っちゃったけど、トップスにするか。え、てかラインしかも今使わないのに、ラインの装備めっちゃ買っちゃったしねまあいいや、装備しよう。はい、まあいつでも戦えるようにな。ファル、ダブルアタック 10% だから強くね、ファランクス。火力的にはあれだけど、まあでも全能力上がるからこっちにしとくか。ジャンクバンカーはつけるんでしょ。これな、3人までしか戦えないのがもったいないな。ヘッドギア装備させて、ここはシルクにも装備させると。なんだっけ、ハードレザートップス、素早さも上がるけど、こっちだな。アクアトップスにして、まあこんなもんかな。あ、ちょっとこれ上がるね、アイアンガード、上がるね、みんなガーディスアームさ、これ、でもなんか使い道がないよね。エンブレスアーム、ライン、あ、すげえ火力が上がる。これ装備しとくか。今何装備してんの。アイアンガードでしょ。あ、ダメージ上がるんならちょっとこっち上げとくか、レガードガードは多分みんなあんまり美味しくないよね、これね。アイアンガードはまあ微妙だな、腰も特にいいアイテムなくて。アイアンブーツとか絶対誰か装備できると思うんだけど、あ、微妙か。エーテル防御が下がるってのか、まあね、普通の防御の方が意外に、普通の防御の方が重要だよな、時代は。100めっちゃ防御上がるね、まあこんなもんかな。行きましょうか、では、ちょっと買ったんで、もう3万円ぐらい買い物しちゃったそこ広いね。まあただここら辺なんかちょっとその なんとか缶とかを枯れって言われたから、まあ、ちょっと軽くクエストなりなんなりをしてね。アシッドウーパー、まあ、ちょっとじゃあ借りますわ。まあ、しばらくお待ちください。ダバさん強えな、やっぱりな。まあ、ちょっと徐々に去っていきましょう。まあ、ここら辺の敵、いる敵全部狩るわ。あ、デトッククロックってこいつか。ほい、バックスラー入れて、俺か。シャドウアイで消えねえな。こいつリップエッジ入れてエアスラッシュ。あ、やべ、あ、よかった、入った。モナド発動しちゃおっかな。モナドエンチャントってさ、これ単純に火力も上がってんのかな。はい、オッケー、頑張ろう。あ、ちょっと待って、連携使えるんならね、どんどん使った方がいいんだよ、仲良くなるから。この位置はまあエアスラいっとくか。はい、ダンバーさんお願いします。ダンバーさん技めっちゃあるね何、雷神砲脚崩し、はい、疾風塔からの連続で、すげえ、なんか
物理耐性を耐性源を与える、うん、鉄鋼弾点灯、これか点灯だな、はい、めっちゃめちゃくちゃだな。ちょっとなんかカルナも攻撃技ちょっと上げた方がいいね。まあ攻撃するけど今は、はい、まああと殴るだけでしょ適当に。ナイス、はい、オッケー。デッドクロークもう一匹で終わりだね。はい、よいしょ。もう一個どっかに、あ、ちょっと待って、そこに鉱石採掘場があるからそこ向かいつつ敵を探そう。ここら辺上か、こっち側から行くのかな。あれ、 なんだここ、まあ、ちょっとここら辺はもうがっつりカットしてるかも。なんか俺結構長居したいな。でもレベル上がっちゃうんだなクエストとかもやりたいけどね。あ、こっから上登るのかな。のぽん族、上にのぽるん族、何それ。いつかこのエーテル交渉が有効活用できる日を信じて。いるかな、どっか。デトックロックってやつが、アクアネブラ違うね、ギギネブラみたいな感じ。カエルだからね、結構デカめだからね、すぐ分かる技なんだよね、いれば。ちょっと待って、ここに絆スポッティングがあるけどどうなんだろう、誰と仲良ければとかっていうのがあればちゃんと確認したい。上か、ん、何これ、また必要なの。はい、レモン石5つすげえ遠い未来のような気がするんだけど大丈夫なのかな。なんだこいつ。あ、これあれじゃねえ、さっき彼って言われてたやつじゃねえし、結構出し遅れることあるよ、ね、さあ、はい、行くわよ。銀箱、アイアンガード S、うん、まあ、でもちょっとスロットがないかあんま意味ないんだよな。ちょっと向こう側から渡れるっぽいんで行きましょうか。にしても広いね、ここは。OK。先に進むか。ミストクリーム、なんかまた手に入れたね、装備を。うん、腕か、うん。なんかちょっと、やっぱ店で買い物ってあんまコスパ良くないよね。店での買い物ってあんまコスパ良くない？くない？うん、微妙だな。なんか普通に敵倒してた方がさ、アイテムが揃うっていうね。なんかお金使うのがすげえもったいない。まあもったいないっつっても他に使い道ないからな。ちょ、なんかいるね、あそこに。コピースクロード、こいつか、お前。どうやって倒せるの。引き寄せてもらわないことには。あー、ちょっと待って、すげえ大変なことになってる。頑張って、どうすればいいの。なんか落ちちゃったよ、もう。すげえ微妙な位置で戦うじゃん、お前。頑張って戦ってて、俺行くから今そっちに。頑張ってほしいんだけどさ、ちょっとオナロエンちゃんとことかかけるから、ちょ、頑張ってや。ほい、回復せよ、頑張ってね。ありがとう。オッケー、なんかすっげえ遠くからヒールが飛んできた。どこにいるんだろう、味方は。攻撃できないって、背後取りたいけどね。隣いけるか、よし、入った。準備はできてる。てか敵なんかめっちゃいるな。攻撃が見える、はい。お、大狩り、ごめんね、うーん、やられるね。頑張ろう、はい、で回復させて、俺がシャドウアイ使い切る。やばいな、ちょっと待って、気づけないと。これはどこにいる、頑張ろう。あー、ちょ、きついね、逃走しようあー、ちょっと待って、危ねえ危ねえ、ちょっとこれ逃げなきゃダメだ、敵めっちゃいるし。俺を逃げさせてくれ。ここら辺崖とかねえよな、一回逃げなきゃダメだな。なんか変な鳥と変な場所で戦ってたの良くなかった。よし、味方は戻ってきた。じゃあやっぱ耐久力はきついかもね、もしかしたら。なんかいる、ファイターイグーナ。イグーナってこいつらか、連れ去ったのは。みんなちゃんと回復してから行こう、はい、崩しといてあげよう。
オッケーオッケー、バックスラッシュ入れて、あ、連携がいける、はい、もうすぐ連携は使っちゃうと。で、まあここはスラッシュの位置、なんなんダンパンさん、どうだろうね、いっぱい技がめっちゃあるから、でもとりあえず検討かな、検討してサンダーバレット、はい、あとちょっとモナディングバスター打って、やっぱモナドバスター機械以外にはそんな火力出ないな、頑張ろう、よいしょ、スローも入れつつ、ね、シュルクにもなんか戦闘させれる技があると最高なんだけど、さすがにそれちょっと欲張りか、まだ攻撃してる、あ、敵がいるのか、ウィンドネブラ出た、がまたね、よいしょ、気絶、このなんかすげえなんかいろいろと出血、お、連携きた、ただ レジストするやつも連携中であればなんか倒せるみたいな聞いたからね、はい、光の塊を点灯させるって意味不だけどね、サンダーバレットなんか威力深いらしいからちょっと打って、あんま仲良くないのかな、これ B 出ないね、多分こっちでしょ、モナズバスター、何かやってらこいつ、向こうドリームエッジとか、いや崩した、なんだそりゃ、回復して、バックスラッシュも打って、このやっぱ火の玉系だけいな、こいつ、来た、チェインアタック、はい、どんどんチェインしていかないとダメだね、全然ダメージ効かない、もうだるすぎるこいつ、はい、よいしょ、で飛んでるやつにサンダーバレットで特攻を食らわせて、これならいける、バックスラッシュ入るでしょ、もう火力が足りなすぎる、そのイメージを忘れるなよ、ビットエッジも入れて、こいつ何やってんのここで、おー、いてー、気を抜かずに行こう、めっちゃ強く倒した、あ、爆発し、ん、逃げられたのか今、よくわかんないけど、どっか行きよったな、あいつ。ほい。そうね、じゃあちょっともうちょい探索していきましょうか。ここら辺めんどくせえ敵が多いな。